霞町は、かつて、東京都港区麻布にあった町である。麻布地区住居表示対象図霞町は、現在の東京都港区2967年まで存在した町名で、現在の住所では、東京都港区西麻布1から3丁目、及び、六本木6.7丁目のそれぞれ一部が相当する。現在の地理では、外苑西通りと六本木通りが交わる。 西麻布交差点を含む地域であり、幹線道路沿いには雑居ビルや飲食店が多いが、裏手の高台には、カトリック、麻布教会、御心幼稚園や邸宅なども見られる。1907年から1947年までの期間を除いては、麻布霞町という町名であった。この界隈は、江戸時代には武家地であり、 霞町の名称は一体の氏神である霞山稲荷に由来する。霞町は江戸時代に安倍張間守の広大な下屋敷だった場所の一部を明治政府が監修することで作られた。この明治初年に町が開かれた際、隣接する桜田町が町内の霞山桜田神社の桜田を取った町名であったことから、それに習って霞山の 霞をとっての町名となった。東京と電車が運行されていた当時、現在の西麻布交差点にあった駅、霞町は、二路線が交差する、乗り換え駅であった。両側に霞坂と郊外坂という二つの上り坂に、挟まれた窪地にあたる霞町では、坂を下ってきては逆側に登っていく、路面電車の様子が見られたという。霞坂は、霞町の中央を通る坂で、 西麻布一丁目と三丁目の間を西南に下っている。現在の地理では首都高速3号渋谷線の高架下を走る六本木通りを西麻布交差点から六本木交差点方面に向かう上り坂が霞坂である。谷底である西麻布交差点から六本木通りを逆方向に上る坂は郊外坂と呼ばれる。1942年に編まれた。 麻区市はこの坂を、霞坂霞町電車通りの坂を霞坂と呼び、途中の21番地に、日蓮宗坂外仏道観音堂があると紹介している。ありがとうございます。